はい、こんにちは。4月になって暖かくなってきました。そして SNS では新しく生まれてきたヒナの写真だとか、動画をよく目にするようになってきました。そこで今回はヒナを新たにお迎えする方にこれをしておかないと絶対に後悔するよっていう話を一つしていこうかと思います。もうすでに飼育歴が長くなってきた方も、もし身の回りにこれから飼育を始める方がいたら、この動画の内容をそのまま伝えていただけると喜んでもらえるかと思います。そしてこのチャンネルではフクロウオーナーさんに向けて有益な情報再生リストの、飼育関連にまとめてありますので、ぜひチェックしてみてください。きっと役に立てる動画が見つかるかと思います。それでは動画配信者らしく、まず映像で伝えたいことを表現してみようかと思います。早速始めていきましょう。はい、いかがでしたでしょうか。何を伝えたいか分かってもらえましたでしょうか。実はですね、僕バフィーをお迎えした当時、全然写真も動画も撮ってこなかったんです。今お見せしたもので全てです。少ないですよね。後悔してももう遅いです。ヒナの時期ってあっという間に過ぎてしまって、気がついてしまったらもう今の姿になってるわけです。当時はただ一緒にいるだけで満足だったのもあるし、飼育そのものも手探りで慌ただしくて、日常を撮影するとかって意識にならなかったんですよね。これものすごく後悔してます。でももう後戻りはできません。なので絶対に成長記録取っておいた方がいいです。ということで、ここで一つアドバイスがあります。記録する際にその機材の最高画質で撮るように。データを圧迫するけど、そんなの嬉しい悩みです。特にスマホで動画を撮る方には気をつけておいてもらいたいのが、スマホのカメラを起動した時ってデフォルト設定がフルハイビジョンになってることがあるので、忘れずに 4K の設定をするように忘れないようにしてください。僕もうっかりやらかす時もあります。これを機にたくさん成長記録を取って、うちの子を自慢していきましょう。それでは今回の動画は以上になります。この動画がいいって思ってもらえたら、チャンネル登録高評価ボタンで応援してくれると嬉しいです。コメントもお待ちしてます。では次の動画で会いましょう。またね。